Thank you.
Thank you.
何か依頼を達成したらまた報告に来てくれ。私たちが頑張ったことでみんなのお役に立てたんだったら遊撃士冥利に尽きるってもんよね。生言っちゃって。でも確かにあんたたちももう新人とは言えないわね。正直今回はいろいろ驚かされたわ。そっかな。とりあえず今回の事件の査定と報酬を受けたらがいい。市長が言っていた分、報酬には色をつけておいたぞ。それとこれは、これってボス支部の推薦状？いいんですか？これだけの事件を解決してくれたとは。
外に行く前にジャンさんに。あ、開発している動力銃の市場調査のためにサイスから来たんだけど、途中アイナ街道で凶暴な魔獣に追いかけられてね、大事な試作品の入ったバッグを放り出して逃げてきたんだ。あ、掲示板を見たわよ。なくしちゃったのは試作品の動力銃でしょ。ああ、そうなんだ。もし見つけたらお願いするよ。その試作品の動力銃ってもしかしてこれじゃない？あ、なんで？どうしてこれを持ってるんだい？紺碧の塔で退治した手配魔獣が持っていたんです。多分動力機構のセプチウムに引き寄せられたんでしょう。エイドスよ、感謝いたします。見つかってよかった。じゃ、これで依頼は完了ってことね。すみませんが、これで失礼させてもらいます。なんだか随分急いでるみたいだね。じゃあこれだけ受け取ってくれよ。せめてもの感謝の印さ。じゃあ君たちも仕事を頑張ってね。うん、ありがとう。よく調べてくれたみたいだね。でもさっき言った通り、今度の件にはいろいろと事情があるんだ。申し訳ないが、この報告で捜査は終了とさせてもらうよ。
空賊事件の時と同じさ。これだけの大事件を解決されちゃ渡さないわけにはいかないからね。査定と報酬も用意してあるよ。
っしゃ、見つけたわよ。これが最後の必殺か。ようやく師匠の仕事も終わりそうだね。ほんと長かったわよね。あれ、どうしたの？うん、本の間にカードが挟まってたの。あ、何か書いてあるわ。お勤めご苦労。君が誰かはわからないが、よくここまでたどり着いた。簡単だが自己紹介しておこう。私はクオーツの研究者で、3冊の本を隠した犯人だ。一度くらいは利口な人物に自分の作品を託したいと思い、謎かけをしてみたわけだが、君は見事期待に応えてくれたらしい。商品としてクオーツを同封してある。包みの中を注意して調べるように。ではお付き合いありがとう。君なら私のクオーツをきちんと役立ててくれるだろう。追伸、偶然見つけてしまった方へ、中央工房2階資料室までこの本をご返却願います。だってただのいたずらじゃなかったみたいね。そうらしいね。包み調べてみた？あっと、そうだった。中に入ってるかなと。あったわよ。一応依頼者に確認した方が良さそうだね。うん、そうしましょう。
Good to go!
show you the true light of the Tekna. That's that then. Let's move out. その辺の工房より鮮やかに仕上げてみせるぞ。